ファイヤーボールのソロ頭のソロ頭の、かっこいいタッピングとその直後がなんだかうまく弾けません。あとイージーカムソロの頭は、2弦17号の1弦16の運指を教えてください。なるほど、よくわかりますね。あるあるというか、まあそういうとこでつまずくよねっていう質問ですね。そこそこ弾ける人がつまずきやすい感じの質問。ファイヤーボールのタッピングハーモニクスね、これでリズムの問題じゃなくてチョーキングの音程じゃないかな多分とかね、こういうことが結構あったりするんですけど、どうでしょうか。これ1音半チョーキングねしてますかっていうことですね。そのタッピングハーモニクスの時に、むずいな。全然ドゥエードゥーみたいなズバッと戻してない、ポルタメントチョーキングみたいな感じですね。徐々に戻すみたいな方が近いかも。曖昧な言葉で言うとため気味に戻すというか、ためが足りないのかもしれないですね。タッピングの鳴りは不足してる可能性は高いですね。でもこれちょっと歪み足りないなと思ってるんで今、このぐらいでも全然タッピングは正しくやれば、フレットの真上ね、真上よりちょっとブリッジ寄りかも。これ頑張ってみてください。で次2個目の質問、イージーカムイージーゴーのソロのてーてーでーですね。というまあイージーカムイージーゴーのギターソロ、っていう曲のイージーカムイージーゴーっていうののギターソロでの一番頭のとこで、たーたーらー、ここが2弦17フレットチョーキングしてるのに、その後にすぐ1弦の17とかじゃなくて16なんで、これ薬指チョーキングしてる、こう中指で行かなければいけないっていうのが、まあ弾きにくいっていう話で。で、これはね、俺はね、2弦を普通に中指も補助で使って、もうこの3本指ぐらいで、チョーキングして、で、スッと行ってますね。スッとこう行ってますね。うん。で、なんか、最近のそのウルフというちょっと前の曲で、こういうのが出てきたんですよ。トゥートゥードゥーっていうのが出てきたんで、本人はその薬指一本でチョーキングして、でその一個手前の若い方のフレットのを中指で弾くっていうのをやるんですけど、イージーカムイージーゴーの場合はウルフみたいに同時に音が出てるわけじゃない、ハーモナイズチョーキングではないので、こう普通にこっちに弾きに行けばいいと思いますよ。その変なこんなことを無理してしなくてもっていうのが、まあ俺のおすすめ。ただしウルフでも使うので、その弾き方は薬指1本でチョーキングして中指で1弦、そういうフォームは本人が使ってるので、その練習をしてもいいと思うけど、別にウルフも弾きたくないし、そんな弾きにくい、いやこれは俺はもうめっちゃ弾きにくいことやってんなってすごく思いました。本人の、本人弾いてみた動画があるかなを見て、あ本当にこうやって弾いてたんだってすごい困ったというか。でも結構なんかね、綺麗なフォームにまとまってるんですよ。もう俺がやると無理してなんかこんな感じの指に なるんですけど、本人はなんかこのこうやって弾いてるなんか延長上でこうやって普通にスッとやってたんで、だあの
本人弾いてみたのをあのウルフの弾き方のフォームをまず真似してみる。それでやるんだったら、うん、か俺が言ってるようなあんなことはやらずに普通に17フレットのトーキングがあって、もうそれはやめて一瞬で16フレットを弾きに行くと。まあどっちかですね、うん、本人弾いてみたを参考にちゃんとさりげないあの美しいフォームでその変な弾き方ができるように練習するっていうのはまあ一つありかもしれないですけど、結構しんどいなって感じ俺は、うん、俺は全然あれを練習する気はないです。まあそんなところですかね。ソロ頭シリーズなんで、じゃあソロ頭の話をもう一個ぐらいさせてもらいましょうか。じゃあ俺がブラザーフットのソロのソロ頭ね。このまあハーモナイズドチョーキングですね。さっきちょっと話にも出た。これはまあコーリングも。でまあこれ F シャープマイナーという。F シャープマイナーのペンタトニックスケールのここのボックスポジションから1個降りてきた。ところのでチョーキング、ハーモナイズをチョーキングしてるっていう、まあよく出てくるんですけど、これはこれでミスってる人が多いのは、これ結構伸ばしてこの下げてからプリングするみたいな、チョーキング上げて下げてプリング、この下げてからプリングの間というか下げた音とプリングの音がめっちゃ細かいんですよ。たーあらたーっていう感じでめっちゃ伸ばして、トゥアーあらたーっていう感じでめっちゃタカタカがめっちゃ細かいんですけど、32ボンプとかになるのかな。これなんかあのみたいな感じで弾いてしまってキレが全くないっていう人がとてもたくさん見ます。なぜ細かくできないか、できにくいかっていうと、それチョーキングして下げてプリング、この間にピッキングは入らないんですね。それをなんかみたいな感じでピッキング1個入れるとか2個入れるとか、まあこれも完全おかしいですけどね、3つ入れるとかみたいなことを、変なピッキング、余計なピッキング入れてしまうから遅くしか弾けない、キレが出ないみたいな。コーリングもそうなんで、チャーチャカチャーチャーチャカチャー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 チソロ頭チョーキング質問、3つ目の質問を俺が勝手に付け加えましたけど、3つ目の話題を、はい、っていう、カシトさんからの質問でした。どうもありがとうございました。ソロ頭チョーキングシリーズでした。